館内のお客様にご案内いたします。まもなくイルカプール向かって右手奥のシャチプールにおきましてシャチのトレーニングが始まります。お時間のあるお客様どうぞご覧ください。シャチのトレーニングはシャチプール3階屋外館内エリア2階水中館内エリアでご覧いただくことができます。またトレーニングの様子はメインプールにあります大型画面にも映し出されますのでスタジアムでお待ちのお客様もぜひお楽しみください、また本日はシャチの輪4歳を記念してシャチプール2階水中観覧エリアにおきましてシャチの公開トレーニング後じゃんけん大会を行います、皆様ご了承ください。シャチプール3階屋外観覧エリアでお待ちのお客様にお願いいたします。岩の上や手すりの上に登ると大変危険です。岩の上や手すりの上には登らないようにお願いいたします。またシャチのトレーニング時間中に限り三脚を使ったカメラ、ビデオ等の撮影はご遠慮いただきますようご協力をお願いいたします。そしてシャチたちのトレーニング中シャチたちのジャンプなどにより海水がかかる恐れがあります。お手持ちのカメラ、携帯電話などは濡れないように十分ご注意ください。なおプールサイド付近は飲食禁止となっておりますのでご協力をお願いいたします。シャチプール2階水中観覧エリアでお待ちのお客様にお願いいたします。こちらのエリアではより多くのお客様にトレーニングをご覧いただくため座ってのご観覧にご協力をいただいております。立ってのご観覧ご希望のお客様は両サイドの壁に沿ってご観覧ください。また今最後尾のお客様もですねトレーニングが始まりますとさらにお客様増えてまいりますので今のうちから座ってのご観覧へのご協力をお願いいたします。そしてこちらのエリア前方の左右と頭上にモニターがあります。こちらのモニターにもシャチたちのトレーニングの様子を映し出しますので合わせてお楽しみください。それではトレーニング開始の時間まで今しばらくお待ちください。館内のお客様にご案内いたします。まもなくイルカプール向かって右手奥のシャチプールにおきましてシャチのトレーニングが始まります。お時間のあるお客様どうぞご覧ください。シャチのトレーニングはシャチプール3階屋外観覧エリア2階水中観覧エリアでご覧いただくことができます。またメインプールにあります大型画面でもシャチたちのトレーニングの様子を映し出しますのでスタジアムからのトレーニングのご観覧もぜひご利用ください。皆さんこんにちは。本日はようこそ名古屋港水族館にお越しくださいました。ただいまよりシャチのトレーニングを開始します。さあ今目の前のプールには2頭のシャチがやってきています。大きなシャチと小さなシャチがいますね。今大きなシャチがジャンプを見せてくれます。さあ大きなシャチに続いて小さなシャチも元気いっぱいなジャンプを見せてくれています。さあ2頭で揃ってジャンプを見せてくれました。この2頭のシャチ、親子のシャチなんです。それでは1頭ずつ紹介していきましょう。まず大きい方のシャチ、お母さんのシャチで名前をステラと言います。ステラは体長 5.2m、体重 2.2トン、推定年齢が30歳のメスのシャチです。さあ今トレーナーから餌をもらっていますね。そして小さい方のシャチ、今から2頭はこちら水中観覧エリアにやってくるそうです。
さあ今ステラがやってきて、リンちゃんはちょっと餌で遊んでますね。こちらよ。さあ遅れてやってきてくれました。小さい方のシャチ、名前をリンと言います。リン、実は今日が誕生日で4歳になりました。皆さんありがとうございます。リンステラありがとう。リンちゃんいいよ。リンは2012年11月13日にここ名古屋港水族館で生まれたシャチなんです。生まれた時には今よりも体よりも随分小さく、体長が推定2メートル、体重が160キロから180キロでしたが、現在はすくすくと成長し、体長は 4.1メートル、体重は 1.1 トンとすくすく成長中です。さあ屋外観覧エリアの浅瀬に上がってポーズを決めてくれていますね。水中観覧エリアの壁の方にはリンの実物大のシートを展示してありますので、お時間のあるお客様はぜひ背比べをしてみてください。さあリンもプールに戻ってご褒美に餌をもらっていますね。実はシャチたち、このトレーニングの時間が餌の時間なんです。さあ今トレーナーの合図でお腹を上にして尾びれで水面を叩いています。名古屋港水族館では現在餌としてサバ、ホッケ、ニシン、キュウリウオなどの魚を与えているんです。シャチたち体がとても大きいので1日に食べる量もたくさん食べます。今トレーナーの合図でプールの中を泳ぎ始めたステラですと、1日60キロぐらいの魚を食べているんですよ。さあステラが勢いよくプールの中を泳ぎます。さあステラに続いて今度はリンもプールの中を勢いよく泳ぎますよ。さあ泳ぐ時にシャチたち尾びれを上下に振って泳いでいますよね。魚たちはほとんどが尾びれを左右に振るんですが、シャチやイルカ、クジラの仲間は尾びれを上下に振ることによって泳ぐことができるんです。この尾びれを使って速い時には時速60キロほどのスピードで泳ぐこともできるんですよ。このスピードはメインプールでイルカパフォーマンスに参加しているバンドウイルカやカマイルカなどよりも速いスピードなんです。さあリンとステラがトレーナーをちゃんと見ていますね。そしてトレーナーが今リンとステラに合図を出しました。シャチたちはトレーナーの合図を見て自分が何をすればいいかちゃんと分かっているんです。さあ2頭がお腹を上にしてじっとしていますね。実はこの姿勢で体温測定を行うことができるんです。シャチたちの体温、体のどこで測ると思いますか？お腹の下の方にあるお尻の穴で体温を測っているんです。お尻の穴にセンサーを50センチほど入れて測ります。体温は35度から36度と私たち人間と変わらない体温を持っているんですよ。そしてシャチたちも体調が悪くなると体温が上がることがあるんです。ですから体温測定は健康管理にはとても重要な種目なんです。さあ今シャチたちが鳴き声を聞かせてくれています。残念ながらこの声、2階水中観覧エリアまでは届かないんです。声と言いましたが、この音、シャチたちの口から出ている音ではなく、頭の上にある鼻の穴から出ている音なんです。頭の上にある鼻の穴の奥を震わせることによってこのような音を出すことができるんです。さあここからは再びシャチたちのジャンプをご覧いただきましょう。まずはリンのスプラッシュジャンプです。続いてはステラが背中から落ちるジャンプに向かいます。まずは軽くプールの奥でジャンプ、そして今度は助走をつけて皆さんの目の前で
豪快なジャンプが決まりました。さあステラに続いて今度はリンが連続ジャンプに向かったようです。尾びれを上下に振ってスピードをつけます。さあリンの体全身が出る元気いっぱいな連続ジャンプです。シャチたちが速く泳げる秘密、尾びれの力だけではありません。シャチたちの体全体の形は水の抵抗を受けにくい流線形になっているんです。こういった流線形の体や強い尾びれの力を使って豪快なジャンプを行うこともできるんです。さあ今度はリンがゆっくりと泳ぎ出しましたね。そしてそのままトレーナーの元に戻っていきます。さあリンが今くるくると回転しながら泳ぎ出しました。胸びれと尾びれを使ってこのように器用に泳ぐこともできるんです。さあ今度はステラがジャンプに向かいます。深くまで助走をとって豪快なスプラッシュジャンプが決まりました。私たちがシャチたちを褒めるときには餌だけではありません。体を撫でてあげたり氷をあげたり、時にはゼリーをあげたりすることもあるんですよ。さあ続いてはリンがスプラッシュジャンプに向かいます。さあ元気いっぱい尾びれを振って助走を取ります。さあ豪快なジャンプが決まりましたね。実はリン現在 2種類のジャンプ種目をすることができます。この2種類のジャンプ種目、私たちが教えたものではありません。隣にいるステラがジャンプするのを見よう見まねで覚えていったんです。さあたくさんご褒美の魚をもらっています。ステラに合図が出たようです。ステラの連続ジャンプをご覧いただきましょう。 2.2 トンの大きな体が水面から飛び出します。さあステラの豪快なジャンプが続きます。皆様、シャチの公開トレーニングいかがでしたでしょうか。4歳になったリン、まだまだ成長します。これからもトレーニングを行うことでシャチたちの新たな魅力をお伝えできればと考えています。それでは最後はリンにこちら水中観覧エリアにやってきてもらいましょう。さあ今トレーナーから合図が出ます。さあ勢いよくやってきてくれました。ここだよ。以上をもちましてシャチのトレーニングを終了いたします。最後までのご観覧誠にありがとうございました。さあ胸びれをちょっとだけ振っていますね。リンありがとう。じゃんけん大会を行います。ちょっと準備に時間がかかりますので、参加ご希望のお客様はどうぞそのまま